皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。今日は伊豆伊東高校についてお話します。前半で概要、後半で学校裁量枠、この順番になります。この伊豆伊東高校というのは伊東高校、城ヶ崎分校、そして伊東商業高校、この3つの学校が再編されて新しくできた、この平成5年に開校した、そういう学校です。科は2つあります。普通科とビジネスマネジメント科。普通科は定員が160人で、今年3月の入試の倍率 0.85 倍でした。類型は4つあります。特別進学類型、進学類型、それから2年次から分かれるスポーツ健康類型。この類型は特別進学類型、進学類型から分かれてこう新しくできるんですね。それからアート類型があります。ビジネスマネジメント科、これは定員80名で、今年の春の倍率は 0.99 倍でした。類型は会計類型、情報類型、マーケティング類型、この3つがあります。この伊豆伊東高校、新しい学校なので設備が素晴らしいです。そして図書館は県内最大級だそうです。学校裁量枠ですけれど、普通科の裁量枠の1は文化的体育的活動、これで 20% 程度取るそうです。部活の内容はバドミントン、陸上、野球、水泳、バスケットボール、バレーボール、サッカー、そして吹奏楽になります。裁量枠の2はアート類型への適性です。こちらで 10% 程度です。美術に対する適性と活動意欲を見るそうです。裁量枠の3、中学校における学習、勉強ですよね。これで 20% 程度取るそうです。5教科の成績になります。これに対してビジネスマネジメント科、裁量枠の1は文化的体育的活動、こちらで 25% 程度取ると。部活の内容は普通科と同じになります。そして裁量枠の2ですけれど、こちら中学校における学習、こちらで 20% 程度取ると、こういうことです。ただ普通科と違うのは、普通科は5教科の成績だったのに対してビジネスマネジメント科、こちら9教科の成績になります。で、普通科が5教科、ビジネスマネジメント科9教科の成績、ここが多少違うんですね。今回は伊豆伊東高校、新しくできた学校ですね、このお話をしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。